はい、どうもこんばんは。高助の部屋、高助です。メタルギアソリッド2サブスタンスミッションズモードをプレイやっていきたいと思います。ここまで噛まずに言えた、ため取り4本目いきたいと思います。前回と同じこのシャツね、ため取りだからね だいぶ進んできて、前回はプリスキンやったんですけども、雷電忍者のこう、なんだっけ、スネーキングの後半とプリスキンをやったんですけども、なんか爆弾解体ミッションとか、普通のスネークの時とか面白かったけど、雷電忍者はそういうのがもしかしたらないのかもしれない。あれ、爆弾解体はあるんだ。何かが少ないよね、でも。雷電忍者、敵兵すべて倒す系は本当に大変なので。で、まあ数値的にもね、プリスキン少ないから行きましょうか、プリスキン。VR の、まあこの辺はいいや。このバーナンチャラミッションって、なんかでも見た感じ FPS っぽいんだよね。何するミッションな？ 1 個だけやってみましょうか。てか2個しかないっていう。いや、酔いそうだな。どうしようか。僕はまだやってる方だからいいけど、見てる方がね、相当酔いそうだよね、FPS 系、主観系はね。この、今画面に矢印映ってるじゃないですか。こういう感じで、何か真ん中に中心のものを、絵とかを描いたら、点とか線とか描いたら酔いにくくなると思うんだけど、じゃあそれは今度対策した時にやりましょう。僕もね、動画ため撮り最後にやろうかな、よもし酔っても大丈夫なように じゃあ今日は爆弾解体、結構時間かかるし、敵を全て倒、あ、ホールドアップミッションか、これ面白かったよね。これもレベル10まであるか、これやっていきましょうか。まあ、メタルギアソリッド2といえばホールドアップですからね。ホールドアップゲーですからね。ホールドアップに使う武器は何だっていいんだけども。もう見つかる。はい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 。いや、でも久しぶりにVR の感じじゃなくて、ちゃんとした敵兵の感じだね。段ボール持ってない。冷却スプレー持っててもな。どこまで行って大丈夫？おお、1位じゃないのか。まあ、これはタイミングゲーだと思う。どこまで行ってもいいかのチキンレースだと思う。ここは見つかる。さあ、逆に見つかってしまった方が早いのでは。よく見つからなかったな。ん、なんとも言えないね。見つかったら早いわけでもないね。ちょっと上がったのか、でも。いや、そうでもない。これは、どこで見つかるかが問題なのかもしれない。ここか。結構前に出たね。よく見つかんねえな、今の。でんか、やっぱ見つかんない方が早いかもしれない。この辺ギリギリ大丈夫だと思う。後ろを向いた、レッツゴー。実は弾補充しないと1位になれないとか、そういうことはないよね。え？いや、ほんとギリギリ足りないね。こういう単純系ミッションが一番厄介かもしれない、もしかしたら。2個目。床2個目。ゴー！ローリング使う。ローリングで速くなってんのかな？
ああ、やっぱそういう若干の差があるんだね。ここは本当になんかタイミングゲーでした。まあ、音ゲーマーですし頑張りましょう、そこはっていう感じですけど。鳥の糞でこけるステージだ。まだソリトンレーダーあるだけ。あ、もう見つかった。あ、この音楽流れるんだ、これ見つかったとき。VR のあれとは違うんだ。やっぱこうなりますよね。一回はやっとかないと。でも急がないと間に合わないよね。気をつけないと。ローリング使えればいいかな。いや、そうじゃないな。多分、ゆっくり歩くんだな、そこだけ。ああ、見つかっちゃう。エルド？下に行く？下は見つかっちゃうような気がするんだよな。ちゃんと待つ？ちゃんと待つっていうのもな。ちょっと様子見ますか。この辺りで。アウト。カチャまでは言ったのにね。シビア。もうちょっと前で見つからない。見つかっちゃう。でも、うお、そこで見つかる。ここでファーってできないもんかね。僕が行くよりも相手に来てもらう方が絶対早いんだよね。この辺で見つけてくれたりしない？あ、そうか、こっちも見つかっちゃうのか。最初で見つかった位置でちょっと待ってみたら早いかもしれないね。見つけてくださいって感じで待ってる。次の人もここで見つけて。いやー、見つけてくれない上に見つかってしまった。ちょっと右にずれるとか、どう？まずここで見つかる。あ、見つからなかった。ああ、このなんだろうね、網とかの、どの辺りからどう見えてるんだろう。とりあえず見つけてもらった方がこっちから行くより早いよね。それは、これがね、難しいね。2人目にどう見つかってるのかが難しい。ここは隠れきれないしね。2人目がね、厄介。1人目はこれでいいとして。これがちょっと厄介。うん、ただのまぐれ。ただ取れたかな、わかんない。何点足りない？だいぶ足りないね。最初走り抜けれたからね、あれが一番早いと思うんだけどね。どうして最初走り抜けれたんだろう。なんかできなくなってしまった。がちゃんと待つ。ちゃんと待つ、レディーゴー。あー、引っかかったー、壁。いやー、左の人がすごくいい仕事してますね。上ルートか、そしたら。
いやー、左の人頑張るね。もうちょっとおさぼり兵してほしいですね。ってなるともう左の人ここに来てもらっちゃう方が早いんだけど、2人目をどうやっておびき寄せるか、もしくは隠れるかっていうとこですね。これは難しいな。てか判定シビア、エリアコードだよ。伝わるかな。9セコンズ、あ、見つかっちゃった。9セコンズエリアコードは伝わるかな。ガンボロとかの方が、ガンボルの方が伝わる。今の人ガンボルだって古いけど。難しい。二人しかいないのにね。判定がシビアすぎるんだ。二人目がこう扉をこう回ってるところでホールドアップとかできないかな。もう変な話、壁に張り付いて動くな、クッとかさ、オールドスネークならやってくれそう。二人セリフ違うんだ。ちょっと飛ばして次行きます。ちょっと難しすぎるこれは。判定がシビア、彼やり方が違うのかもしれない。難しくなってきたね。あ、このステージエロ本ゲット、エロ本あったからこっち突っ込んできたけど、これでいいのかな。今よく見つかんなかったな。ダメだった。多分でも順序違うと思う。エロコンに釣られたけど左ルートな気がする。一応取っておこう。あ、引っかかっちゃった。でもいいと思う、これで。ゴー。いやー、ちょっと距離感分かんなかった。ソリトンレーダー見てたらぶつかっちゃった。もうエロ本は無視していいのかも。でもタイミング的に待ってなきゃいけないから取っていいよね。あー、早かった早かった。はい、取る。ローリングはあんま意味ないけど、しとく。ここで1、2、3、ほい。あ、いやー、見つかるんですね。もうちょい、4カウントぐらい。今無駄にローリングしたせいでタイミング合わなくなっちゃったんだよ。1、2、3、4、5だな。歩きが、あー、これアウトだとしたら右ルートだ。最初の方が合ってたと思う。で、順番的に左が先だな。そうすると、戻ってくる。ここのタイミングがさっきと違う。違う。あ、リスタートはダメなんだ。リスタートダメだ。コンティニュー、なんだっけ、一回これやめないとさ、ステージ噛む時とかにさ、コングラッチになんなかったよね。ここはワンステージしかないからあれだけど。
まあ今でもルートは合ってんじゃないかな。このカチャカチャっていう操作がね、慌てず落ち着いて、はい、ギュッと絞るね、プリスキンは。なんかさっきのステージやたら難しいよね。今そんなでもなかった、ルートが分かりやすかった。何ステージある、ここ。ちょっと待ってね、1ステージ分だけかな、連絡橋だけかな。武器は特に、あ、ダンボール持ってる。ダンボールホールドは時間かかるからな、ちょっと失敗だと思う。リスタートでいいのかな。まあ一回やってみましょう。これダンボールに隠れる意味あんまないな。2人だっけ。気づいてもらって、ちょっと気づいてもらう位置が悪かったね、今のは。あっちから来てもらう方が楽なんだよね。こっちは鳴る床対策が大変だから。この辺にいるの気づいてくんねえかな。二重に気づかれちゃった。え、すり抜けたよ。バグ？なんだ今の。疑惑の判定。あ。いやいや、ダンボールが動いただけですから。まだ敵と決まったわけじゃないですよ。風で動いただけですよ、ダンボールが。こういうのバレないんじゃないかな、もしかしたら。これでいいやんゴールと。考えすぎだった、ダンボールに。あれ ?1 位じゃない !1 位じゃない、2位だった。それも結構違うぞ。ルートが絶対違う。1人目はまあいいと思うんだけどね。1人目もっと早く行ける。いやでもどう考えても2人目だよね。ゴールから遠かったのが問題かもしれない。ちゃんと追いかけてった方が早いかもしれない。いやあんま変わんないんじゃないか、これ。あ、こんぐらいアーチだ。全然違うんだ。考えすぎでしたね。普通にやればよかったんですね。それでもレベル2のとこわかんないけど。ここは何ステージある？ここも B 脚変電室だけっぽいな。定時連絡、あ、出すぎちゃった。段ボール持ってない。冷却スプレーのみ。Nothing here。上に抜けちゃってもよかったけど。あお、こっち来る。帰っていかない。上に抜けれなかったかな。見つかっちゃうかな。
特に投げる武器も持ってない。ちょっとホールドアップ失敗しました。今のはホールドアップを失敗しました。ただ上に行ったらすぐ見つかるような気はする。タイミングをギリギリで行っても、あ、当たってしまった。キュッて出すまでにちょっと時間があるからね。歩き続けると当たっちゃう時あるね。あと体がぶつかるといくらホールドアップしてても他の敵に見つかってしまうっていうのはあるから、ちょっと狭いので。で、このダンボールがあった。おお、もう一人上に敵がいるのか。そのまま右に駆け抜けた方がいいのかもしれない。このタイミングかなりシビア。やっぱり体が当たっちゃうのはまずいね。あ、まあ当たりたくて当たったわけではないですけど。なんか背景と黒い T シャツ同化してない？大丈夫かな。まあ、別にいいけど、何の問題もないけど。あ、撃っちゃった一発。4人いるはず。つー、間に合わないね。これは多分間に合わない。ダンボール回避して上の敵からやっていく感じかな。あと撃っちゃったのはミスです。 Nothing here。 ほい、足の床ね。どっちが先か迷ったんすよね、今2人目。上が先の方がいいかもしれない。ホールドアップして、あっちロックオンしちゃった。このステージ終わったら今日は終わろうかな。今回は多分ホールドアップミッションってこのあとすごいステージが長くなったりするんだよね。あー、なる床の方やっぱすぐ行っちゃうね。2人目は左で合ってたっぽい。ひたしたら3人目右が先なのかもしれない。どういうルートだよ。で、ゴールが遠いね。ローリン、斜めにローリンでしたけど。ですよね、絶対遅いと思った。あとでも1万点ぐらい、1万点じゃない、1000点ぐらいか。やるか、難しいぞ。どう考えても3人目のところだよね。これ思ったんだけどさ、ダンボール取りに行かなければ2人目上間に合うんじゃないの？ダンボール後回しじゃないか。ダッシュで。壁に引っかかってしまいました。今のは壁に引っかかってしまいました。本編で RTA とかやってると本当に壁に引っかかんないようにやるのとか大変だろうね。いや、ダンボール取ってない。
次エルードでいける。ああもう見つかっちゃうのか。ちょっと上見てるんだね。あれ、段ボールかぶってたらちょっと気づかれる程度で済んだかな。段ボールが、ちょっと引っ掛けなんじゃないか、これ。取れて、取って。どうだ、どうだ、ゴールが遠いぞ、どうだ。こんぐらいですね。いくよーし、今日はここで終わろうかな。次レベル何？レベル5だからちょうど、ちょうど切りも良くないけど、うん、いいんじゃないかな。26分撮ってるね。はい、このぐらいのタイミングでね、いっぱい撮ってコンスタントに動画上げれていけたらなと思いますからね。はい、やっていきたいと思います。もうパート20ぐらいそろそろ行くのかな。はい、よかったらまた次回よろしくお願いします。高助の部屋でした。